今日はね、365日のパターンレシピっていうのを私今毎日ね、インスタにアップ、毎日一つとしてはアップをしているんですけれども、それをやっていこうと思います。パターンを考えて、これを書いて、そして刺繍をしていきたいと思います。あとはね、こうちょっとお話ししながらでも、ね、大丈夫な作業になってくるので、あとはこう刺繍していくだけって同じ要領でやっていけば大丈夫ってい こう安心な道筋ができたらね、それができるんですけど、やっぱり最初は一つずつね、数えていかないと間違いやすいし、間違えたら、まあね、修正してやり直せばいいんですけど、できるだけね、丁寧にやっていこうと思うと、初めがやっぱり肝心で、ね、その時はちゃんと集中してね、やる時はやって、あとこうね、本当にあとは楽しい作業なので、楽しむ時は楽しむっていうの。で私はやってます、皆さんね、なんかこう継続して続けてることってありますか？私は今この365日のパターンレシピっていう、これをね毎日アップするっていうのを1枚にだいたい3ヶ月ぐらいかかるんですね。19年だから始めてるので、それを毎日やろうって決めてやって、できる範囲がパーフェクトっていうのをね、タミヤ陽子さんから教えていただいて、無理せずに続けていこうっていうふうに思っているので、自分で決めたことをこうコツコツやるって本当に地道だし、誰が何か評価するっていうものでもないんですけど、ね、自分に対するこう信頼が積み重なってくるのかなと思うんですね。でもまあそのできない日もあっていいよっていうのをね、こうその辺の自分をこうねぎらうっていうか、できない日もあるよねって、今ね、まあ、できる範囲でやってるからいいんだよっていうのをね、自分にこう許せるようになったのも、まあ、こう毎日やってて、できない自分を責めそうになるじゃないですか、決めたことをできなかったら。だからそれをね、こう許せるようになってきたのも、まあ、一つのやり続けて気がついたっていうか、それをね自分に許可できるようになったのも、やり続けてきたからこそかなって思ったりしています。それこそ人間ラモンですよね。先日こうご紹介したね、相田みつをさんの人間ラモン、本当にこれ、人間だから失敗もするし、決めたことができない日もあるけど、でもね、自分らしくあるっていうので、明日は、今日も丁寧に生きていこうっていうのが、ね、いいのかなと思います。そうそう、この前、その美術館にいた時に一冊ね、本買ったんですけど、これね、すごく、なんかね、今までとちょっと違って、ちょっとしたこうイラストとか貼ってて、かわいい、絵本みたいでかわいいなと思ってね、これを買いました。で、これのね、表紙にこれすごく素敵な言葉が書かれていて、ちょっとこれをご紹介しますね。本気、何でもいいからさ、本気でやってごらん。本気でやれば楽しいから、本気でやれば疲れないから、疲れても疲れが爽やかだから。
本当ね、これかなと思います。毎日継続してやるってこれのことかなって、本気でやる、なんか決めてこれをやるぞって決めて毎日やる、うん、それがこのこういう本気っていうことなのかなってね、うん、本当に毎日やるって決めたらね、こうプレッシャーになるっていうこともあると思うんですけど、それをまあでもコツコツね楽しんでやれるっていうことが本当にこう好きだからこそ続けられるし、うん、やるぞって決めたことをやってる自分の達成感みたいなのもあるかもしれないんですけど、本気でやる。で疲れる、うん、確かにこれね肩凝ったりして疲れることもあるんですけど、それはそれで本当に、あ、なんかやったぞって今日もやったっていう、ね、達成感にもなるので、この疲れが、疲れても爽やかだからっていうこの言葉がすごくね、本気でやれば楽しいし、疲れても爽やかだからっていいなって思ったんで、今日はねこれをご紹介しました。休憩をして、それでちょっとお買い物に行っていきたいと思います。今日もね最後まで見ていただきありがとうございました。この刺したやつはね、毎日買ったの365日のパターンレシピっていうのを見ていただくと、インスタグラムで、このね刺したものと、それとこのね私が毎日この書いてるこのパターンですね、パターンも一応あのインスタグラムで今ご紹介しています。本当はねホームページがあるんですよ。でそこにこの写真、この図案と、でこっちのパターンもアップしていました。今まではねインスタグラムにはこっちだけしかアップしてなかったんですね。で、ホームページの方でこちらの方も全部あの掲載して、検索できるようにして、自分でねあの見ていただいたものをこうね自分でもさせるようにと思って、このパターンを公開しているんですね。で いたんです。で、そのホームページも自分で作っていたんですが、ちょっとですね私がヘマをしまして、今まで あのホームページにアップしていた写真をね結構な量削除してしまいました。ちょっとあの自分がねフォルダーの使い分けが下手だったのか、ちょっとね間違えてあの写真削除してしまったら、あの今までアップしていた写真がねみんな見れない状態になっていて、結構な量が見れなくなってしまったので、ちょっと今それをねどうやって戻そうかっていうのをコツコツね一つずつ戻す作業をしなきゃいけないくなっちゃって、データ残ってるかな。あーもうすごい、もう昔のもの3年分、約3年分ですか。そのデータをね全部見直してそこに入れ直すっていう作業をしなきゃいけなくて、ちょっとね、まあ、それを時間取ってやっているあれがなくてですね、なので今急遽インスタグラムの方にこちらのね図案をアップしていっています。なのでちょっと最近のものはねあのインスタグラムで見ていただいて、で前のやつがねちょっと消しちゃったものが結構あるので、もしねあのインスタグラムの365日のパターンレシピ見ていただいて、あこれ刺したいけどこの図案ってあのホームページで見当たらなかったんですけど、ちょっとパターン教えてもらえますかっていう風にね、もしメッセージいただけましたら、あの個別でもねあのお届けしたいと思いますので、もしねそういうリクエストあったら、あのホームページ見たけどなかったよって、ちょっと刺したいけど困ってるっていうような方がいらっしゃったらね、あのメッセージください。ちょっと私のミスでねちょっとしばらくそれを全部今までの、ね、修正するのに時間かかってしまうと思うので、あの本当に申し訳ございません。
し訳ないですが、そんな形で対応させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではね、今日最後まで、最後までいかなかったけど最後までご視聴いただきありがとうございました、ね、良い一日をお過ごしください。